名城水処理センター名城水処理センターは愛知県名古屋市北区にある名古屋市上下水道局の下水処理施設。かつては名城処理場という名称であったが2008年4月に市上下水道局が下水処理場の故障を水処理センターに変更したことに伴い現在の名称となった。1963年12月に着工。 1965年4月から運転を開始した下水処理場で名城公園の北端に位置することから施設の大半は副外が施され地上部には名城定休場などが置かれている敷地面積16,500平方メートル処理区域は地区作、東区、北区、中区のそれぞれ一部で処理方式は標準活性を đ 法。処理能力は 最大10万立方メートル、火で処理水は堀川に放流されており、2010年には放流水の水質向上のためディスクフィルタによるろ過設備を追加設置している。1988年、建物正面に高度処理水を利用した噴水などを備えたアーバンオアシスが設置され、1989年には建物1階に下水道科学館が開設された。 堀川への突水口、ありがとうございます。